皆さんこんにちは、こんにちは、こんにちは、どうもこんにちは、こんにちはです。昨日に引き続きインスタライブ始めていきたいというふうに思います。いやちょっとですね、インスタ改めて頑張ろうかなって思ってます。はい、でインスタライブということでね、始めていくわけなんですけれども、皆さんこんにちは。昨日もですね、インスタライブをやってみたんですよ。10月から始まる覆面 D というドラマがあるんですけれど、それの、なんだろうな、宣伝っていうか、覆面 D ってこんなんだよ、みたいなことをね、お伝えしたくて始めたんですけど、まあ、覆面 D 以外のこともね、皆さんともお話ししながら、インスタライブ楽しんでいこうかなと思っております。仕事の休憩中、なるほど、いいですね。どうも、メンディ初めて見ました。メンディ初めて見ました。メンディってこんな顔してるんですよ。メンディってこんな顔してるんですよ。よろしくお願いします。髪伸びましたね。でも今日、さっき切ってきて、明日からライブなのでね、それに向けて、ジェネの、ワンダースクエアというね、ライブが、ツアーがあって、それの後半戦が明日からね、スタートするんですけど、それに向けて、バッチリ仕上げてまいりました。ニキビの方はですね、徐々にいい感じになってます。ありがとうございます。ウッディみたい。ああ、なるほどね。ウッディって何ですか？髪色はね、そうですね、金髪のイメージだいぶ強いと思うんですけど、結構金髪もやったんで、一旦お休みかなって思ってます。頭皮も心配ですしね。うん、もう金髪一回いいかなみたいな感じで、今は黒髪ですね。ドラマもあって黒髪にしたんですけど、そのまま黒髪で行かさせていただきたいというふうに思っております。そうっすよね、金髪がやっぱ見慣れてますからね。まあ、でもまあ続けていけばね、みんな慣れてきますよ、そのうち。うん、まあ、なんか ところどころというか、なんか機会があったらね、またなんか髪色とか変えたりもしますかな、しますかな、だってするかもですけど。はい、ありがとうございます。そうですね、皆さんからの質問をね、見たりとか読んだりとかしていきたいというふうに思います。今日何してましたか？今日はですね、朝から何したかな。今日はちょっとね、打ち合わせがあったりとかして、打ち合わせしたりとか、でもずっと家にいますね。Zoomで打ち合わせしたりとか、あと本を読んだりとかですね。あとさっきちょっととある方と、お知り合いの方とお茶をしてきました。ジェネ追加公演の見どころ、追加公演の見どころはですね、何でしょうね。でも前半戦もご覧いただいた方は分かると思うんですけど、そこからね、後半戦までの間にもいろんな新曲とか新しい楽曲っていうのが生まれているので、それをやらないなんてことあんのかなって思ってます。思ってます。でも決まってるんですけどね。なので、前回というか前半戦を楽しんでくれた方にも楽しんでいただける内容になってます。なってるので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。お茶しますよ。なんかさっきお茶したんですよ。なんかクッキー屋さんみたいなところで、クッキー屋さんにいたんです僕、さっきまで。なんか女子会、もう横はもう両サイド女子会みたいな中でこう、ね、まあ、知り合いの方は男性の方だったんで、2人でこう、ね、女子会に囲まれながらね、こうお話しするっていう感じだったんで、ちょっと滑稽な、ね、感じになってましたけど。確かに NBA に、そうですね、なんだっけな、なんか僕この髪型やるのにこんな感じでっていうふうに、こう資料みたいな感じで写真を見せた人がいるんです。その人がね、プロのサッカー選手なんですよ。名前忘れちゃったんだけど、そう、その人を見せてこんな感じでみたいな感じでね、実はやってます。
さっきなんか面白いコメントあったな。どれだっけな。髪切らない、いや髪はね切る予定なくて、逆に伸ばそうかなって。まだ伸ばしたメンディーの世界線見たことなくないですか。もう金髪はもうさ、もう分かったじゃないですか。もうその金髪のメンディーがどんな感じかっていうのは、もうそれはもうなんかもう、もういいかなって。もうその答えが知ってることも良くないですか。だからこのメンディー髪伸びたらどうなんのってちょっとみんな見たくないですか。みんな気になるでしょ。メンディー髪伸びたらどうなんのって、どう髪伸びてくんですかって気になるでしょ。ね、だから僕も気になるんですよ。どうなるんだろうなーって。だから髪は伸ばしていきます。そして髪を伸ばしつつスラダンの実写を狙うと。吉田仁斗君と何か話しましたか。吉田仁斗君は、もしかしたら知らない方もいらっしゃると思うんですけど、ミルクっていう、アーティストグループのメンバーの子で、覆面 D っていう僕が今度主演する、アベマのドラマに出てくれてるんですよ、うん、で生徒役で出てくれてて、で昨日仁斗君インスタライブしてたんですよね、夜で。僕もそこに実は行って、何回かコメントしたんですけど気づいてもらえなかったですね。その仁斗くんのファンの方も誰も気づかないっていう。で普通なんかね、公式のチェックマークの人がさ、このコメント欄にパッて出てきたらさ、お来たぞみたいになるじゃないですか普通ね。でもなんかもうみんな仁斗くんに夢中すぎて誰にも気づかれなかった。寂しいって言いましたね。そう、びっくりしました。あ、そういうことあるんだってね。びっくりしましたね。泣きましたね。でも仁斗くん、そのミルクってメンバーのね、仁斗くんなんですけど、めちゃめちゃ素敵なナイスガイで、撮影の現場もねすごく盛り上げてくれたりとか、僕が結構ボケたりとかした時も結構ねいい感じに突っ込んでくれるんですよ。だからねすごく一緒にいて心地よかったですね、仁斗くん。すごく感謝してます。確かにコメントが早すぎてたかもしれないですね。はい、HR さん、3歳の息子は叫んでます。ありがとうございます。メンディー E ですね。伸ばし棒1本増やしてメンディー E になりましたんで、よろしくお願いします。メンディー E ってやったらね、口角が上がって笑顔になりますから。おやすみのんたんさんの、おやすみの日は何時まで寝てますか。あんまりお休みだからって言って寝ないですね。いつもと変わんないです。最近ちょっと遅くなっちゃって7時ぐらいに起きてるんですけど、大体それぐらいに起きてますね最近は。ひろみさん、占いのままにしたの。まあそうです、占い、なんか別になんか占い もちろんなんかまあ時ね、占い師さんの方に言われて、伸ばし棒っていうか一画足した方がいいですよって言ってもらったんですよ、名前で。あ、一画かと思って、でその、突然占っていいですかって番組だったんですけど、その中で、まあ、メンバーとみんなで話しながら、何がいいかな、俺がいいかなとか、丸にするとか、なんか句読点のか点にするとかいろいろ話したんですけど、なんか一本棒を足すっていうアイデアが出て、それに僕吹っ飛んだんですよ。めちゃおもろいってなって、なんでまあ、占いももちろんそうなんですけど、どっちかというとそういうのあんま関係なくて、シンプルにそんなやつ見たことないし面白いから伸ばし棒増やしましたね。メンディー E、 おもろくないですか。そんな人いなくないですか。本当にやったんみたいな感じで言われるんですけど、本当にやりましたね、うん。であと、まあ、いろんな理由があるんです他にも。それこそ僕
最近までメンディーっていう人、メンディーっていう人が世の中に僕だけだと思ってたんですよ、ね、世の中に僕だけだと思ってたんですけど、結構メンディーっているんですね。結構メンディーが多くて、それこそスポーツ業界とかにめちゃめちゃメンディーがいて、すごく活躍されてるんですよ。なんかたまに、ツイッターとかもあのエゴサとかするとメンディーってなって なんか話題になってるなと思ったら、そのスポーツ業界のメンディーさんがめちゃめちゃ活躍してるみたいなことがあって、いやメンディー増えてんなってなって、なんか他のメンディーさんと違い出したいなというのはちょっとかねてからあの思ってたんで、いや伸ばし棒一本増やしたらちょっと違い出るなと思ったんで増やしましたね。メンディーインじゃないですか。メンディーインではないですね。メンディーイーですね。だからなんかそのモンキー D ルフィみたいな感じですよ。メンディーイー。メンディーイー関口みたいな感じ。で、もう、めっちゃいいですね。メンディーイー関口。これで覚えてください。いや、メンディーイー関口だわ。モンキー・ディ・ルフィみたいな感じで、メンディー・イー・関口です。あのもう、英語の E でいいです。あの、発音としてはそれで覚えてください。メンディー・イー・関口。これ。これですわ。これで覚えてください。で、それだわ。それめっちゃ覚えやすい。世界メンディー業界ではね、本当にもう激震ですよ。みんな肩組んで、よし、世界のメンディーで頑張ろうって言ってるのに、いきなり一人が、いや、俺一本棒増やすから、つって。もう大バッシングかもしれないです。世の中のメンディーさんからしたら。お前、一緒に肩組んで頑張んじゃねえのかよ、つって。そう、なんかね、メンディーってスペルからするとね、女性の名前で多いみたいですね。マンディーみたいな。メンディーイー関口。はい、メンディーイー関口でよろしくお願いします。今日誕生日なんですね。おめでとうございます。そんなねこと言うておりますけれども、覆面 D ですよ。覆面 D 10月15日から始まります。本当今最近では本当になかった熱血教師っていうのが、主人公のドラマになっていて、なんか今のね世の中のいろんな社会問題とかにも向き合ったすごく意味のある作品なので、それこそあの先生の方もそうですし、今学生さんとかもね、もしかしたらこの時間を見れるか見てるかもしれないですけど、ぜひあの高校生の方とかにもめちゃめちゃ見てもらいたいですね。うん、まさかの学園ものなんですよ。まさかの学園もの。覆面って見どころはやっぱいっぱいあります。もう数えきれないぐらいあるんですけど、結構毎話感動できるシーンがかなり多いので、あの累活したいよって方にもおすすめできますね。自信持っておすすめできます。あのやっぱ涙を流すと結構一つのなんだろうな、ストレス発散じゃないですけど、結構こう気持ちがスカッとしたりもするじゃないですか。そういう感覚もあって、でそういう感動できるシーンって結構あるんですよ、今回の作品で。なのでそういう方にもおすすめですし、あとはプロレスのシーンですね。それこそ今回ライバル役として同じ LDH からあの竹内海星、ザ・ランページの海星が出てくれてるんですけど、海星と、まあね、いろんな形でプロレスをするんですよ。これも全部吹き替えなしでやってるので、ぜひねそちらの方も見てもらいたいですね。あ、ちーかさん、メンバーさんはどっかで出てきますか。いい質問ですね。いい質問。これは、ありますね。あります。それ、まあ、どこかでは言えないですけど、どこかで、あるかもしんないですね。かもしんない。いや、ないかもしんないかな。あるかもしんない。うん、あるかもしれないです。いや、めちゃめちゃいい質問ですね。
そうなんです。ノンさん、ドラマの撮影で恋愛に発展したりって聞くけど、ウェンディ・イーさんはどうでしたか？いや、なかったですね。そういうのなかったですね。確かにそういう話って結構ありますよね。でもね、年齢的にもその、まあ、生徒役の子がね、子たちが多かったので、そう、まあ一人だけっていうか、うん、そうだからあんまそういう感じでもなかったですね。はい、ゆきみさん、りきちゃんも出てました。はい、そうですね。バリスティックボーイズからりきも今回作品に参加してくれていて、今はねちょうどタイの方にね、アーティスト活動として行っちゃってるんですけど、その行くまで一緒に撮影をしていて、でリキがまたいい役なんですよ。めちゃめちゃいい役で、すっごいキーマンです。すっごいキーマン、本当に作品の中でやっぱもう いなかったら成立しないぐらいな感じのキャラクターで、めちゃめちゃいい味を出してるので。しかもびっくりしたんですけど、初めての演技だったんですね。そんなの感じさせないぐらいめちゃめちゃ堂々としていて、味出まくりの最高のお芝居してたんで、ぜひそちらの方も見てもらえたら嬉しいですね。そうですね、いや面白いですね。みんなさん、いろんな憶測とか予想が飛び交ってますけど、皆さんやっぱりあれですね、勘が鋭いですね。さくらさん、アランクはメンさんと共演 NG ですよね。なんかそうらしいですね。よくわかんないですけど、何なんだろうあれ。なんか共演 NG らしいです。僕は全然ね、共演ウェルカムなんですけど、なぜか共演 NG みたいですね。何なんでしょうかねあれはね。本当に面白いな。メンディーオンリーさん、ありがとうございます。体育教師目指してたんですか？あ、そうなんですよ。高校の時っていうか、大学僕通ってたんですけど、そこが、体育の教員になるため の勉強ができる場所 で体育の先生になりたかったんで、大学時代勉強してたんですよ。なのでそれがこう回り回って、またこう夢が叶った感じですね。まあ、役っていうかドラマっていう感じですけど、なんかドラマの中でも先生ができてすごい嬉しいですね。だからなんかもしかしたら自分がダンスとかに出会ってなくって、そのまま体育の先生になって高校の教員とかになっていたら、もしかしたらそういう世界線、こういう世界線にいたのかなとかも考えたりするので、すごく感慨深いというか、野中さん、皆さんまだ生徒役募集中ですか？もう撮影が、ね、終わってしまったんですよ。ごめんなさい、撮影がもう終わってしまいました。すごいいっぱい質問ありがとうございます。なんか体育の先生とかやりたかったんですよね、もともと。だからだってそんなに別に体育得意じゃなかったんですけど、体育得意じゃないっていうか、めちゃめちゃ体育できたタイプでもないんですよね。なんか、中学の頃とか別に、とか、なんかその、なんていうの、評定っていうんですか、体育で5取ったことないし、得意ってわけじゃなかったんですけど、なんか、なんだろう、教えるのが好きなんですかね。アーカイブの方は残させていただきますので、あとそうだ、ジェネの主題歌が愛傷という楽曲で、こちらもですね、めちゃめちゃいい曲なんですよ。で、ドラマのマジでいいところでいつもかかるんです。もう多分愛傷でグワー感情を持ってかれるみたいな感じになると思います。ドワーみ
みたいな感じになると思うので、ぜひねもう楽しみにしておいてもらいたいです本当に。アイキズはめちゃめちゃいいですよ。めっちゃいい曲です。名曲ですね。あのミュージックビデオの方も実はもう撮り終わっていて今絶賛編集中なので、皆さん楽しみにしていていただけると嬉しいです。ジュンさん、プロレスの技何かできますか？プロレスの技はもうドラマで使う技っていうのは基本的に練習したんですけど、ドロップキックですね。あの実際にめちゃめちゃ練習したの、ドロップキックはめっちゃ練習しましたね。うん、なのでもう最初はマットとか敷いて、あの痛くない環境を作って、こうジャンプしてバンみたいなのめっちゃ練習しましたね。あ、そうなんですよ。アイキズって読むんです、あれで。とか読めない方も、確かにね。アイキズ、確かにフルでまだ出てないので、今は、覆面 D のその CM を見ていただくとそこでね、かかってるので、そこで今は聞いてもらえると嬉しいです。うん。ミュージックビデオもですね、絶賛編集中なので、楽しみにしててください。マナティさん、好きな技は何ですか？プロレスの好きな技、好きな技、なん、あのね、とんでもない技、なんだっけな、あの技やっぱ出てこない。だからもう魔王みたいな技があるんですよ。名前なんだっけな、ちょっとパッと出てこないですけど、首根っこで掴んで上まで上げてダーンってやる、もう魔王みたいな、もう首根っこまで掴んで下まで、下に叩き落とすみたいな技があるんですけど、その技好きですね。魔王みたいな技があるんですけど、それがめっちゃ好きでかっこいい。亮太郎さん、どこで練習してたんですか？ DDTD という、プロレス団体の方々が今回撮影全面協力で、で、その道場ですね、あれどこだっけな、あの水道橋とかの方の道場で練習をしてました。今結構もうプロレスってめちゃめちゃ今人気で盛り上がってるじゃないですか。それこそね、あの女性の方も結構プロレス見に行きますよなんて方もね増えてきてるので、そういう方にもめちゃめちゃおすすめですね。で DDT の皆さんも覆面 D 全面協力してくださってるので、いや覆面 D 見てくださいみたいな感じですごくね宣伝してくれててめっちゃ嬉しいですね。ヘッドロックじゃないです、もう首を掴んで上げるんです、首を掴んで上にこうやって上げてバーンってこう下に、もうダメ、あんなんダメですよ本当に。音とかすごいですよ、バーンみたいな感じになるんですけど、あの魔王みたいな噂がめっちゃ好きなんですよ。バーンって、ガーみたいな。めっちゃ好きですね。喉輪落としって、なんか、もっと横文字っぽかったけどな、ネックプレス、なんて言ったっけな。なんかもっと横文字、まあ、日本語で言うとそういう感じなのかな。ちょっとね、正式な名称が分かんないんですけど、あと先日そうですね、ハイアンドロー僕見てきました。ランページのカズマが主演のハイアンドロ クロスですね。でもメンすごい、なんかメンツですよね。だから LDH のメンバーもそうなんですけど、NCT ですよね、のもう超人気の子とか、あとは BE:FIRST の子も出てますよね。もうめちゃめちゃみんなかっこよかったですね。でアクションがすごいですね。なんでぜひまだ見てないよって方はぜひ行ってみてください。なんか今行くと入場特典みたいなので、あのカードみたいなのいただいて、カズマとホクシャンが乗ってるカードね、僕ももらいましたけど
あ、チョークスラム、チョークスラムありがとうございます。スノーさんありがとうございます。チョークスラムだ、それそれそれ。もうあのさっきのこのバーンっていうチョークスラムですね。あれ、あの技好きっすね。そう、 NCT のゆうたくんって方ですかね。そう。お、面白い質問来た。ゆうきさん、芸能界に入るきっかけを教えてください。あ、なんか面白い質問ですね。芸能界に入るきっかけ、それこそ最初僕大学生の大学に入るタイミングで、まあ体育の教員をやろうと思って入ったんですけど、なんか僕男子校だったんですよ。高校が男子校で、大学デビュー したいなってあの正直思ったんです。あのシンプルにモテたいなっていう、シンプルにモテたいなで大学入ったんで、で休学だぞっつって、なんか体育の先生の勉強もするけどちゃんとちょっと恋愛してえなみたいな感じで、なんかモテたいなと思ったんですよ。でモテたいなと思った時に、その大学の中でなんかイケてる人たちが多そうなグループに入ったらなんかモテそうだなと思ったんですよ。単細胞的な考えです、本当にごめんなさい。で入ろうと思って、でいろいろ大学入るとなんかさ、部活勧誘とかサークル勧誘ってあって、みんながあの先輩たちがさ、こういいですよ、このサークルいいですよ、この部活いいですよみたいな感じですごくね勧誘してたんですよ。でその中でいろいろ見た時に、なんかダンスサークルの人かっこいいっぽいぞってなって、でダンスサークルに入ったんですよ。でそしたらその先輩に、LDH がやっている、EXPG っていうダンススクールに通われて先輩がいて、その方の紹介で EXPG に通うことになったんですよ。でそっから、まあオーディションとかを経て、そのジェネレーションズってグループになったって感じですね。だからすごくめちゃめちゃ運が良くて、で僕それまであの本当に EXILEとかもちろん存在はしてたんですけど、カラオケで歌うとか、歌がそもそも苦手だったんでカラオケでも歌わなかったし、だからミュージックビデオとか見たことあるけど、なんか EXILE ってグループがあるいるってことぐらいしか知らなかったんですね。で EXPG 入るってなった時に、いや EXILE がやってる、ね、ダンススクールに入るんだったらさ、それはライブ見なきゃだよねってなって、ファンタジーツアーを見に行ったんですよ。2010年のファンタジーツアー、スタジアムツアーだったんですけど、それ見に行った時にかっけーってなって、でそっから僕もこうなるって、一気に体育の先生からグーンって舵切って、ダンスやる、パフォーマーになる、アーティストになるみたいな感じで舵切った感じですね。それがきっかけですかね。マジで奇跡です。野球部持てなかったよ。野球持てなかったですね。持てなかったってっていうか、その分かんないですよ。男子校だから、その別に野球がうまくても頑張ってても、その見てもらえる機会がないんで、大会ぐらいしか。大会であの見に来てる人とか相手の、ね、チアの子たちに見てもらうぐらいしかないじゃないですか。もう出会いとかないので、全然モテなかったですね。まあ、ただ単にまあ行動してなかっただけなんですけどね、今考えると。まあ、本当に行動してなかっただけ。別に出会いに行こうとも思ってなかったですし、なんかシャイなところもすごいあったんで、なんかその時になんかみんなプロフとかやってて、なんかそれこそなんか他の高校の子たちとかミクシーとかプロフとかやってたんですよ。でそれでまあ交流とかしてる人もいたんですけど、なんかそういうのができなくて、なんかずっとこう悶々とした悶々とした高校生活を送ってました。リアクションの海外そりゃそうですよ。メンディーいい先口なんで僕は。いや野球めっちゃかっこいいっすよ。僕もすごいね、野球やってる人かっこいいと思うし、甲子園とか見ててうわめっちゃかっこいいなと思いますけど、ピーチさん、学生時代のバイトエピソード教えてください。ピーチさん学生さんなのかな。僕でもそのスポーツクラスでもうなんだ、勉強終わるや否やもうすぐ部活するみたいな生活だったんで、
実際、バイトは、高校生活中は してなくて、もう本当に終わる間際ぐらいですね。大学とか全部決まってからバイト初めてしましたね。で、学生時代にやったバイトは、あ、でもそうか、大学生もあんのか。いろいろある、いろいろあります。まず一番最初が、郵便配達ね。なんだっけ。年賀状の配達。年始にある、要はスポットのバイトみたいなやつですね。をやりました。あれ、その時は、大田区。大田区、あれ、蒲田かな、あれ。蒲田郵便局だったっけな。で、バイトしたんかな。だったと思います。で、本当に大田区を中心に、自転車こうやって乗って、パス、パス、パスってこう、年賀状入れていくみたいなバイトしてましたね。で、それやって、あとは、引っ越しのバイト。引っ越し屋さんでバイトしてましたね。で、引っ越し屋さんめっちゃ短期集中型でやったんですけど、結構なんか、額面で見てびっくりするぐらい、おおみたいな。ぐらいで、あれしましたね。その時、まあ、繁忙期っていうのもあったのかもしれないですけど、まあ、体力的にも確かに大変でしたけどね。多分、運動部じゃなかったら、多分、あんなにシフト入れなかったと思います。マジでめちゃめちゃ働いたんでね、引っ越しのバイト。段ボールの持ち方とか、すごい得意ですよ。で、バイトしたりとか、引っ越しのバイトしたでしょ。あとは、大学時代は、クラブで働きました。深夜営業のクラブですね。今も全然あるんですけど、エッグマンっていう渋谷の代々木公園の、入り口、パルコ上がってって、あれ公園通りっていうのか、公園通り上がっていって、代々木公園にぶつかると思うんですけど、その代々木公園の手前、アマゾンミュージックさんの下にあるクラブで、そこで働いてました。チケットもぎりとか、あとは普通にお酒を作ったりとかしてましたね。二十歳超えてからですね、だから。で、それもやっぱダンスを大学時代で始めて、だったらダンスにやっぱりその働く時も触れてた方が、バイトする時もダンスに触れてた方がいいじゃないですかね。いや絶対そうなんですよ。それこそ漫画家になりたい人がコンビニバイトするのってめちゃめちゃもったいなくて、漫画家になりたい人は絶対アシスタントのバイトした方がいいんですよ。その方がその夢に近づけるじゃないですか。っていうのと同じで、僕もダンスでもうエグザイルになりたいと思ってから、じゃあ働く時もずっとダンスに触れてた、音楽に触れてたいって思ったんで、クラブで働き出したんですよ。なので働きながらダンスイベント見て、いろんなダンス見れたりとか、それこそいろんな先輩に出会って、あ、じゃあ今度なんかレッスン来るかとか、一緒に練習しようとかもありましたし、だからなんかバイトするにも、なんか今後自分がやりたいこととかに紐づけてやるとすごい得かもしれないですね、バイトするのであれば。ライブハウス、そう、ライブハウスですね、要は。クラブで当たると別にモテなかったですね。そうなんです。別にモテてないですけどね、その学生時代とか別に特に。本当ダンス、ダンスすればモテると思ってたんですけど、別にそんなことなかったですね。それこそ学生時代とかずっと片思いで、3回告白してようやく実ったみたいなこと感じだったんで、なんか、そんな出会い経験もございますけど。そうね、だからまあバイトとかでもあれね、でも確かに、今回のそれこそね、10月15日から始まる覆面 D に紐づけるのであれば、そう、一人生徒で、その、バイトかと思って始めたことが、なんかオレオレ詐欺のこう一部、オレオレ詐欺の受け子っていうんですけど、
その受け子のバイトして知らない間になんか犯罪に加担してしまってたみたいなのがあったりとかして、だから僕はなんかこう、まあ、運よくというかね、多分出会えた人にも恵まれていたのでそういう経験がなかったんですけど、やっぱこう学生とかでもやっぱ知識がなかったりとか分かんないことが多いと、うん、なんかそういうねことに知らない間にこう入り込んでしまってみたこともあるからね、そういうところはなんか皆さんにも気をつけてもらいたいですね。佐野のレオさん、編集者になりたくて出版社で、高閲のアルバイトをしている。おお、いいですね。そういうのめっちゃいいと思いますよ。やっぱその自分のその目標とかと近しいところにいるっていうのはめっちゃ大事ですね。雪乃さん、メンさんモテ期はいつですか？わかんないですね。何なんですかね、モテ期って。何なんですかね。なんか一回その モテのモテってなんだみたいな議論になった。それこそ海星と撮影の現場でなんかそういう議論になって、いやモテってなんだみたいな話になったんですよ。そのいろんな人からそのアプローチされるのがモテなのか、それとも本当にこの人しかいないみたいな、自分が好きな人と両思いになれるのがモテなのかみたいな、そういう議論があったんですけど、これみんなどう思います？わかんないですよね。なんかそういう何がモテなのかっていう、たくさんの人に好かれるのがモテなのか、それとも一人の人をこう射止められるのがモテなのかっていう、どうなんですかね。わかんない。告白はされたことないです。いつも告白する側ですね。大体そうかな。あ、ギャレット。Long time no see。ギャレット。モテ期はそのどっちも来るやつ。ああ、なるほどね。確かに。モテ期にはそれがどっちも起きるのか。はあ、それ面白いですね。確かに。どっちもある状態がモテ期なんですね。TH 中グラムさん、メイさん、髪なんで黒に戻したんですか。それこそそうですよ。それは、10月から始まる、ドラマ、僕主演のドラマなんですけど、その覆面 D というドラマに向けて黒髪にしましたね。高校教師の役なので黒髪でにして少しこう伸ばして、なんか久々にああいう髪型しましたね。なので黒髪にしました。あ、相田さんお疲れ様です。いや、覆面 D 見てもらいたいですね。ウェーブ。あ、なんかそれ聞いたことある。UXRX さん。蛙化現象悩んでいます。なんか、そういうのあるみたいですね。なんか、好きになられたらもう好きじゃなくなっちゃうみたいな。どういうあれなんですかね。なんかそういうの悩んでる人が意外に多いと聞きます。あー、ごっちゃん久しぶり。なるほどね。そうなんです。まあそういう、まあ恋愛要素みたいなものも実は覆面 D にあって、僕が恋愛するわけじゃないですけど、実際にこう高校生の、まあ、恋愛の中で、それこそなんかな、その妊娠のことがあったりとかいう、なんか本当になんか今本当リアルで起きてるようなそういう問題とかにも触れてるような内容なので、なんかね、いや本当覆面 D 見てもらいたいですね。
これから廃炉見てくる。お、いってらっしゃい。え、あ、シュート。覆面 D。 どうも、覆面 D です。でもプロレスはでも本当にね、奥深いっすね。うん、やってみて本当にびっくりしました。うわ、こんな奥深いんだっていう。今回はですね、まあ覆面 D に関しては僕のそういうラブストーリーみたいのはちょっとないんですよ。ないんですけど、まあ、まあ自分の一つの目標として、キラキラ学園ものに出るっていうね、もう一つの僕の目標もありますので、今回ね、教師になりたいっていうね、夢がまた一つ叶ったんで、まあ、次の夢はやっぱキラキラ学園ものに出るっていうのが僕の一つの夢ですかね。うん、キラキラ学園もの出たいっすね。そのなんかまた始まってる、やめてもらっていいですか、そのまたこいつ言ってるよ、キラキラ学園ものに出るみたいな、そのなんか。なんか別に冗談じゃないんだけどな、いやマジ出たいんですよね。俺物語みたいな。俺物語をやりたかったっす、僕っていうか。俺物語。なんで僕じゃなかったんだろう。ダメだったのかな。俺物語出たかったな。いや俺物語出たかった。俺物語出たかったな。うん。俺物語です。僕が出たかったのは。悔しい。そういう悔しさも全部覆面 D にぶつけましたから。いや本当になんか久々の熱血教師っていう、なんだろうな、キャラクターが多分世の中に生まれてきたと思うんで、なんかそれは久々に皆さんにも体感してもらいたいですね。うわ、こういう先生って今時いるんだみたいな感じで思うかもしれないですけど、なんかおせっかいとかってすごい大事なのかなとか、こういう先生なんか会いたかったなって多分思ってもらえるような、そんなストーリーなんで、なんかね、自分の学校生活とかともなんかすごくリンクする部分があったりとか、共感する部分あると思うんで。そうなんです、そうなんですよ。なのでね、ぜひ見てみてください。うん、あ、俺物語仙台でロケやってたんですね。明日からね、仙台ではジェネレーションズのライブさん2022ワンダースクエアの後半戦が始まりますから、ぜひ皆さん楽しみにしててください。よし、というわけで、今日はこの辺りでインスタライブ終わりにしたいというふうに思います。はい、またね、インスタライブできる限り毎日やっていこうと思うので、ぜひ皆さん遊びに来てください。そして覆面 D、 久々の熱血教師世の中にね産み落とされますので、ぜひと見てください。そしてプロレスも吹き替えなしで全部体当たりでやってるので、ぜひ皆さん覆面 D を見てください。お願いします。というわけで皆さん、本日もありがとうございました。バイバーイ。夜も楽しんでください。